こんにちは。アフリカニュースの時間です。今日はちょっとホワイトボードを使って話をしようと思って、いつもと違う場所というか店内ですけど、いつもと違う位置になります。今日お話ししようと思うのは通貨の話で、ちょっと難しくてですね、私も正確性についてはあまり自信がないのですが、大体そんな感じっていう感じで聞いてもらえればと思います。適当に。そうです。で、今日の話が西アフリカの通貨の話で、今西アフリカではこういうやつ、セーファっていう通貨が使われてます。でこれが、CFA フランかな、フランっていう通貨で、西のこの辺りの共通で使われている通貨がありますと。でこれについてはもともと問題があるというか、この西に住んでる人たちからは時々問題があるっていう話は聞いていて、でそれは何でかっていうと、そのフランス、ヨーロッパにフランスがありますけど、もともとフランスがこの西の地域のいろんな国を植民地にしてたんですけど、で独立をフランスからこの辺の国が独立するときに、通貨についてはこの CFA フランっていうのを使うことになったんですね。でそれは何かっていうと、フランスが発行して、でそれを西の国が買うっていう形になってて、そのこの国は独立はしてるけど、結局お金の面ではフランスに依存してるっていうか、彼らからすると支配されてるとか搾取されてるっていう言い方もあるんですけど、されてるっていう状態になってましたと。でこれが長く続いていて、でここの人たちにとってはこれを変えたい、この体制を変えたいっていう話もありつつ、でもまあいい面、ね、物事にはいい面悪い面があるので、なかなか変わらないんじゃないかなっていうふうに思っていたところがあるんですけど、で最近出たニュースでは、この CFA フラン使ってた地域を含めて、もともとこの辺にエコワスっていう経済共同体があって、これは西のあたりなんですけど、このナイジェリアとかガーナとかも含めた共同体があって、でナイジェリア、ガーナはもともとフランスじゃなくてイギリスの方、英語圏の国で、もともと英国の植民地だったんですけど、そこも含めての統一通貨で、エコっていう、別にエコロジーのエコじゃなくてエコっていう通貨を、来年からやるみたいな話になっていて、本当にやるかどうかちょっとどうか分かんないんですけど、でそうするとここのフランから、フランスの管理下から一回ね、このイギリスとか絡んでくるから抜けて新しいのができますよっていう、やろうねっていう話に今なってますというとこなんですね。でもともとこの、じゃあ CSF フランってそんなに悪かったのっていうと、でも実はそういうわけではない面もあって、例えばここの西の地域って、フランスが通貨をコントロールしている部分があったんで、インフレとか起きてなくて、で経済成長率もこの辺の国が高くってっていうのがあるんですね。で、ただマイナス面としては、ここら辺の国の外貨の 50% をフランスが預かってるっていう問題があって、彼らからしたらちょっとそんなの嫌だよって、外国に自分のお金を半分預けてる状態、取られて人質みたいになってる状態で嫌だよっていう部分もあったりしてしてましたと。でじゃあここのエコワスのエコになったらいいのかっていうと、そこはまだ難しくって、そのナイジェリアとか大きい国で入ってきたり、あとその例えばヨーロッパだとユーロで通貨統合したけれども、いろんな国がこう
いるから、ギリシャだっけ、ギリシャ問題でこう、ね、そこの問題に引っ張られたりしてっていうのがこういうとこでも起きちゃうんじゃないのっていう話があったり、なんかね、物事には両面があると、いいとも悪いとも言えないみたいな感じがあるんですけど、そう、なんか最近はそういう話があって、うん、なんかこう難しくてなんかどうにもならないと思ってた問題がもしかしたらちょっと違う形で進むのかもしれないし、まあ、これ自体もまあ難しいので、まあ、本当にこれになるかも分かんないしっていうとこなんですけど、まあ、そんな話がありましたって難しいね、難しいね、大体こんなはずなんですけど、まあ、ちょっと違うかもしれないっていう、そうそう、そんな感じなんですよね。お金は難しいですね。普通は、まあ、日本とかも日本のお金は日本の国で発行して、あの政府が決めて、政府っていうか日銀が決めてやってるけど、まあ、彼らはその宗主国、元の植民地してた国がその辺をちょっと握っているっていう、なんかね、ちょっと不自然な感じにも見えるんですけど、まあ、そのおかげで安定してたっていう言い方もあるわけで、ちょっと難しいなっていうところで、まあ、そんな話が進んでますっていうところです。通貨の話は以上です、はい、はい、難しいですで、あとちょっと軽い話題で、Google の話、 Google がナイジェリアにすごい力を入れてて、ナイジェリアってこの辺かな、あのでっかくて、アフリカで一番今経済が発展してるところですけど、そこに Google が投資をしているというか、すごくて、Google マップで道案内とかあるじゃない、それの音声をナイジェリアなまりので作ってるっていう、ね、で、あとそのローカルのちっちゃいミニバスみたいなのがあるらしいんだけど、まあ、そういうのもその Google で拾ってそういうルート案内ができるようにっていう、すごいローカライズのローカル対応をしていて、そのね、Google がすごい力を入れてるなっていう。ナイジェリアなまりにするっていうのは、まあ、ナイジェリア英語ですけど、標準的な英語っていう言い方か分かんないですけど、まあ、そういうのより多分分かりやすいのと、多分親近感が違ってくるんだろうな。日本の中のアプリでも、あの関西弁でやるやつとかたまに出ると結構みんな喜んで使ったりするけど、そういうノリなのかなって思いますけどね、まあ、そんな感じで Google が今ナイジェリアに非常に力を入れているっていう状況ですね。はい、あと3つ目の話がサッカーの話ですけど、コートジボワールの出身のペペさんという選手がいて、その人が今すごい高い移籍金で移籍をすると、アーセナルに、どこからだ、フランスのリレっていうとこかなから、プレミアリーグイギリスのアーセナルに移籍で、89億円ですって、移籍金分かんないですけどね。でコートジボワールもこの辺だったかな、あ、ちょっとアバウトですけど西アフリカの海岸沿いだったと思いますけどの人で、まあ、強くてフランスのチームからイギリスに行きますよっていう感じのビッグな話題がありました。サッカーの金額ってなんかどんどん上がってるような気がしてますけどね、まあ、高騰してるそうで、あとそのこのニュースの中であったのは、今そのペペさんの契約金、いや移籍金がトップになったんですけど、それまでのトップは中国のチームがこう支払った額みたいで、ヨーロッパでサッカーってすごい盛んなイメージですけど、ちょっとね、中国もお金の力で強くなるんじゃないかなというふうに思ってます。今週は以上です。ありがとうございます。